大竹は意志が強い。2023年岡田監督を再招集し新体制となった阪神。開幕時は低調でしたが、打線の調子が上がるとともにチームも浮上し、交流戦前には2位に5ゲーム差以上をつけ首位を独走しています。エース青柳晃洋が不振で離脱する中、チームを牽引しているのは交流戦前まで防御率0点台の大竹耕太郎。現役ドラフトで阪神に移籍した大竹は7試合で6勝を挙げ、チームを救う存在となっています。なぜ大竹は阪神で覚醒したのでしょうか。伸び悩んだソフトバンク時代、大竹は早稲田大学時代の3年生4年生と故障に苦しみ、2017年にソフトバンクに育成4位で入団。球の出どころが見づらい投球フォームを武器に、多彩な変化球を操る技巧派の投手で、大学の先輩でソフトバンクの先輩でもある和田毅を目標にしています。1年目の2018年は木箱を使い、軸足を台に乗せていく、蹴り足を台に向かって踏み込んでいくシャドーピッチングでフォームを身につけると、軸足の方の尻が下がるフォームの悪い癖が抜けていきました。すると2軍戦22試合で8勝0敗、防御率 1.87 の成績を残し、7月29日に支配下登録されます。8月1日、1軍デビュー戦を8回2失点にまとめた大竹は、育成出身新人では初となる1軍公式戦初先発、初勝利を挙げました。最終的に8試合で先発し、3勝2敗、防御率 3.88 を記録。クライマックスシリーズでは中継ぎとして登板し、2回無失点と結果を残しました。2019年には先発ローテーションの一角として開幕を迎えますが、援護に恵まれず、5月2日の楽天戦を含め39イニングを投げ、援護点はわずかに3点。しかしこの楽天戦でも我慢の投球を続けた大竹は初勝利を手にし、ヒーローインタビューで目に涙を浮かべました。オールスターゲームまでは先発ローテーションを守りましたが、後半戦は5戦連続で4失点以上と結果を残せず、8月2日に登録抹消されます。そのままシーズンを終えた大竹は17先発で5勝4敗、防御率 3.82 の成績でした。さらなる活躍が期待された2020年は肉離れで8月まで1軍昇格がなく、3先発で2勝0敗、防御率 2.30 でシーズン終了。2021年からは登板数も激減し、2年間で4試合に投げ0勝3敗と苦しみます。育成から支配下登録を勝ち取ったものの、周囲が期待するような一線級の投手にはなれませんでした。しかしそんな大竹は現役ドラフトが転機になります。現役ドラフトの成功例、2022年初めて開催された現役ドラフトで大竹は阪神へ移籍。1月に尊敬する和田らと共に合同自主トレを行った大竹は、合気道などを盛り込んだメニューをこなし、野球を上手くなるために野球だけをしていたらダメだと27歳になって感じたので、何でもヒントになるとすごく感じました。頑張って力を出そうと思っても出ない、ピッチングも一緒、去年は球速を出しに行こうとしていたので、それじゃ球速は出ないと、新天地に向かうため新たなことに取り組んでいることを語りました。また大ベテランの和田の姿を見て、今日の坂道ダッシュもそうですけど、和田さんができちゃうんでこっちもできないとやばいなと思いますと刺激を受けています。僕みたいな立場は打たれたら終わりと話し、望んだキャンプでも結果を残し、2月13日の紅白戦では3回無失点、148キロのストレートに多彩な変化球を織り交ぜる姿を見た岡田監督は、見ての通りよ、先発の左が伊藤将司1枚なんで、すごい戦力になりそうな気がすると称賛しています。勢いそのままにローテーションを勝ち取った大竹は、4月8日のヤクルト戦を6回無失点に抑え、移籍後初勝利。お立ち台に上がった大竹は、緊張したが落ち着いてしっかりバッターと勝負できた、想像していた以上、びっくりするくらいの声援の大きさ、その声援の力を自分の力に変えて投げることができました、ありがとうございますとファンへの感謝を述べました。またまだ1試合目、これから1年間投げ抜くことが目標なので、来週再来週とまたいいピッチングができるよう調整したいと思いますと、新天地でのフル回転も誓っています。4月28日には大学時代慣れ親しんだ神宮球場で5回無失点で3勝目、前日に登板した古巣ソフトバンクの森唯斗に刺激を受けていたようで、5回のピンチを抑えた時には大きなガッツポーズを見せています。大竹はやっぱり昨日森さんが投げているのを見てすんごい叫んでいた、ああいうのでチームって盛り上がっていく、
僕もすますのではなく、嬉しかったらよっしゃーっていうのを見せていきたいと気持ちを見せた投球をファンに約束しました。5月6日の広島戦では7回無失点で4勝目を挙げたものの、本人はやっぱり9回行きたかったですねと完封への思いを口にしています。それでも岡田はある程度投げると思ったから開幕ローテーションに入れたんやけど、ここまでとはなぁと驚き称賛していました。交流戦前の5月28日には無傷の開幕6連勝を飾ります。在籍1年目での開幕6連勝は阪神史上初の事例です。この試合では7回を0点に抑えた裏の攻撃で代打を送られ、その後の近本浩二が決勝タイムリーを放ちました。この出来事に、一人はみんなのため、みんなは一人のために、そういうチームプレーを感じたので思わずと大竹は涙しています。岡田監督も、そら大竹が一番嬉しかったんやろ、まだまだ勝つんちゃうとご満悦でした。ファンからも、ほんまに阪神来てくれてありがとう、もうかっこよすぎると称賛の声が上がっています。またスポーツ記者も大竹の投球内容に、大竹は一時の勢いではなく勝つべくして勝っていると太鼓判を押しました。通算16勝ながら11球団に勝利しており、交流戦で古巣ソフトバンクに勝利すればわずか17勝で12球団勝利を達成できるかもしれない大竹。なぜ大竹は阪神で覚醒したのでしょうか。覚醒の理由。大竹が覚醒できた理由の一つが肉体改造です。速球派ではない大竹は毎年のように自主トレで先輩の和田に弟子入りして肉体改造を行い、球速アップも図っていました。その成果が徐々に現れ、最速140キロだったストレートが148キロまで速くなっています。また阪神の捕手坂本誠志郎の存在も大きいようです。坂本は大竹の2学年先輩で明治大学出身。大学こそ違いますが、六大学野球でつながりがありました。大竹は坂本を信頼し、六大学の時からいいキャッチャーだと思って対戦していましたし、1イニング1イニング丁寧にコミュニケーションを取れて投げられた、すごく頼もしい存在ですと語っています。坂本も大竹が6勝目を挙げた試合後、淡々と投げているように見えて気持ちはすごく熱いと大竹の投球を評価しました。またセリーグに移籍し打者が変わったことや気持ちを一新できたことも覚醒の要因のようです。ある関係者は、大竹はパリーグのパワー系の野球に合致しなかった、近年は150キロ台中盤を投げる投手も珍しくない中、大竹のストレートは140キロそこそこ、緩急やコースの出し入れを武器とするスタイルはパリーグでは評価されにくかったとしています。またソフトバンク時代は2軍の好結果からローテの谷まで時々1軍先発機会を得ても、一発勝負の重圧が本来の良さを邪魔しました。大竹は結果を求めすぎることで慎重になり、余計な力が入ることで自慢の制球力が乱れ失点、翌日には2軍落ちするという浮き目が何度もあったと言われており、阪神に移籍し気持ちを一新したことで重圧から解放され、自慢の制球力が復活しました。気持ちが一新しただけでなく、移籍後の和田との自主トレでは、気持ちがないと技術も伴わないと言われ、気持ちの大切さを再認識したようです。大竹は、和田さんは頭脳派のイメージがあるかもしれないけど、戦場に行くような感覚で野球をするというのがある。僕はここ最近優しくなりすぎていたかなと思う。腹を据えて投げていきたいと覚悟を決めました。そして気持ちの変化が大竹の意志の強さを復活させます。ソフトバンクの関係者は、大竹の意志の強さについて、我の強さっていうのか、意志の強さみたいなものはピッチャーには絶対必要なものです。大竹の場合は哲学者っていうんですかね、彼自身の道理にかなっているかどうかってすごくあったと思いますよと語りました。大学時代から自分にも信じるところはあるのでと話し、打たれても動じないスタイルで打者を圧倒していた大竹が帰ってきているそうです。特に意志や気持ちの強さが前面に現れたのが6勝目を挙げた巨人戦。涙の勝ち投手を目撃した母親は、冷静というかクールだけど心の中は感受性が豊かと大竹の昔からの精神面の特徴に触れました。大竹は持ち前の気持ちを前面に出すピッチングを出せる環境に身を置いたことで覚醒できたようです。岡田監督は、紅白戦でこの大竹の長所を感じたからこそすごい戦力になりそうな気がすると話し、ローテーションの一角を託したのでしょう。大竹は初勝利を挙げた時、阪神ファンにも言及し、
想像以上の声援を自分の力に変えることができた。逃げる投球ではなく、しっかり攻めることを心がけた。それが最後までできたと思う、と話しました。NPB トップクラスの熱いファンを持つ阪神は、気持ちを前面に出す大竹にとって最良の場所だったのかもしれません。大竹のこの活躍に、巨人やメジャーで活躍した上原浩二も、本物だと思います、と語りました。阪神優勝のキーマンになりつつある大竹。阪神の先発ローテの柱としてシーズンを通しての活躍に期待しましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。